はいどうも、GF チャンネルのイッチです。本日は富山県に来ております。富山のね、どこかと申しますとね、立山にね、来ております。今日はね、のんびりと、小山の方ね、行くだけ行ってみようかなと思います。室堂周辺はね、こんな感じで舗装されてあって、非常に歩きやすいですね。観光客もね、まばらですね。平日なので、よいしょ、どんどん向かっていきます。もとこと一緒に行きたいと思いますので、ゆっくりゆっくり歩いていきたいと思います。イエイ、頑張ろう。今朝はね、三栗ヶ池温泉っていうね、ところに泊まっていたんですけども、温泉もね、もちろん素晴らしいんですけどね、設備がね、すごく整っていて、ウォシュレットがあって、ドライヤーがあってとかね、もう普通の旅館に近いですね。料理もね、すごく美味しくて、昨晩ね、夕食も豪華でしたよ。ぜひ立山ね、周辺泊まるんであれば、三栗ヶ池温泉おすすめです。ライチョウがいますね。すごいすぐ近くにいるんで、ここにいるんで、ライチョウさん。三栗ヶ池温泉をね、出て、38分ぐらい、コースタイムで1時間ほどで一ノ越山荘に到着しました。そしてその後ね、振り返って小山に登っていきたいと思います。三栗ヶ池温泉からこの一ノ越山荘までをね、300メートルぐらい上がってきて、さらにね、この小山の山頂まではもう300メートル登っていくっていう、そういった感じになります。結構ね、岩登りって感じですね。コースマッキングがすごく多いんでね、どっちに進んだらいいかっていうのが分かりやすくなってますね。こういう感じで、富山の街並みも見えてますね。向こうの方にすごい綺麗に。富山頂上、小山神社の方にね、やってきました。ちょっとね、ガスってるんだけど、小山頂上3003メートル、来ました。寒い。それでは次はね、富士の盛り立てに向かって行きたいと思いますよ。もうそれが富士の盛り立てだ。三座目の富士の盛り立てに来ました。こんな感じですよ。
相変わらず雲の中って感じです。結構なね、急な下りですね。こう GoPro だと伝わらないかもしれないけど、本当にどんどん下に降りていきます。先ほどのね、分岐からもうすぐのところで真砂岳山頂です。2861m ですね、真砂岳。まあ相変わらずな天気です。三国ヶ池温泉を出て2時間51分で別山の山頂にやってきました。そこが山頂ね。でそこからすぐあの近くに北峰っていうのがねあるんで、それが 2880m なんで、まあ、すぐ近くなんで、ね、歩いて行ってみたいと思います。はい、別山の北峰にやってきました。 2880m です。それではここからね、剣御前小屋の方にね降りていきたいと思います。はい、剣御前小屋にねやってきました。うっすらと剣岳が見えてますかね。上の方は雲がかぶってますが、剣岳ですね。はい、それではね、剣御前小屋まで降りてきたんでね、まあ、あの剣の名残惜しい景色を後にしまして、これからね、雷鳥坂降りていって三国ヶ池温泉にね戻りたいと思います。おお、小山が、朝は何も見えなかった小山が綺麗に見えております。朝はガスガスだったけど、手山連山がね、すごく綺麗に見えてますね。雷鳥坂をずっと降りてきました。天場がすごい広いですね。ここ整備されてていいですね。そして天場からはドーンと立山連峰がはっきりと見えてね、素晴らしいロケーションとなってます。いやいいね。よく YouTube で見るとこだ。剣御前小屋から降りてきたよ。結構あるね。剣岳がね、あの別山という山の奥なんで見えないんですよね。ご覧ください、地獄谷でございます。硫黄の匂いが、ね、すごくしていますね。大日連山、素晴らしい山ですね。稜線も綺麗に見えてますね。日本最古のね、山小屋、立山室堂ですね。これが日本最古の山小屋らしいですよ。立派ですね。ということで、本日はですね、こちら三国ヶ池温泉からスタートしまして、ぐるっとですね、立山の三山ですね、小山、大南寺山、そして富士の折り立て、朝子岳、そしてずっと行って別山の山頂までね行ってきました。雷鳥坂を降りてきて
ぐるっと三国ヶ池まで戻ってきて、まあ、今ね少し室堂山っていう山までね行ってきたんですけども、いろんなレベルの方もね楽しめるんじゃないかなと思います。それではまたどこかのお山で会いましょう。じゃあまたねー。